阪神ファン追われ、ヒーローインタビューを大ブーイング&ロッコを下ろしで妨害。こんな緊張感のあるヒロイン初めてやろな。阪神ファン、ロッコを下ろし歌ってやがるわらわら。異様な雰囲気でのヒーローインタビューに戸惑う選手。相手のインタビュー中にロッコを下ろし、めちゃくちゃファン切れてて笑う。宮崎困惑しとるやん。マジで民度悪くて笑う。異様な空気すぎるだろ。熱いヒロイン妨害。うるせえ。歌い出してるやん。コンマ的に回すとめんどくさい奴らでくさ。さすがに引くよこれは。明日は強打にブーイングか。またスタンドからゴミを投げまくる阪神ファン見れるか。マジック点灯してるチームとは思えん。わろた、荒々しいファンが多少戻ってきたようで嬉しい。子供投げ入れないだけ成長しとる。あれが走塁妨害にならないのは同情するけど、これ見たら同情心なんて消し飛ぶね。なんだこれはロタ。阪神ファンくさ。